それでは DJI Action 5 Pro の屋外テストです。今回あいにくの天気ですけどね、まあ、晴れの動画はね YouTube にたくさんあると思うんで、逆に曇りは珍しいかもしれないです。時刻は午後3時です。ちょっと薄暗いです。立ち話もなんなんで早速行きます。細かくいじる設定があるんでね、その辺いじるとどうなのか分かんないですけどね。設定は 1080p の24フレーム水平維持です。ちょっくら迂回します。今のところマイクの感度の方が上回ってます。問題は暗所です。昼はまあ前座です。ちょっとテクスチャっていうのを変えてみます。さっきのがテクスチャ0、今最大の2にしめました。色合いがどう変わるのか、より彩度が上がるのかな。これがテクスチャ2です。次はマイナス2にしてみました。背面ディスプレイじゃね、その違いがよく分かりません。帰ってから確認するのが楽しみです。これぐらいにしておきます。では続いて歩いてみます。設定は 1080p の24フレーム水平維持です。まあ問題ないでしょう。続いて走ってみます。これ走ってます。走ってます。まあ手ブレ補正に関してはね、もう極まってます。昼間の撮影はこんなもんでいいでしょう。続いて夜の撮影です。一番期待しているところです。ではご覧ください。では夜の撮影テストです。マイクは DJI のワイヤレスマイクです。音ずれはどんな感じでしょうか。音ずれはどんな感じでしょうか。音ずれないのかな、大丈夫かな、いい感じでしょうか。ではちょっとね持って歩いてみます。この辺のねライトとか注目です。少しブレるようなね許容範囲です。まあ、このブレもね慣れてしまえばねどうってことないです。ただね少しでも抑えられれば OK です。設定はそのままです。シャッタースピードとか変えてません。かえって動画を確認するのが楽しみです。歩き方は、ね、特に気にすることなく無造作に歩いております。とりあえず通常撮影はこんな感じ。OK です。ご覧いただきました。正直ダメです。自動で撮る分にはね、アクションスピードほぼ変わってないです。しかし今回からね、ナイトモードがあります。そちらの動画をご覧ください。スーパーナイトモードです。同じようにね、ぐるっと一周して帰ります。背面液晶だとねブレがわからないです。
ご覧いただきました。ナイトモードに期待してましたが、単に明るく見えるだけで振動によるにじみがあります。設定を見るとね、ナイトモードにすると ISO の上限が上がるんですよね。こちらです。 ISO の上限が 51,200 になります。ちなみに普通だと 25,600 です。これ分ける必要あるかなっていう設定で、これ変えられればいいと思うんですけどね。ナイトモードってね、売り文句をつけたいがために分けたんじゃないかななんて思っちゃったりします。設定が減ります、なぜか知んないけど。こっちはね、カラーとか映像調整とかあるんですけど、まあ、結局ね、ナイトモードもダメっていう、むしろね、アクション4にあった低照度モードの方がいいんじゃないかっていう感じです。で、結局ね、アクション3と同じくシャッタースピードを自分で変えることになります。それをね、自動でやってほしかったんですけど、それはまだ無理のようです。でね、いろいろ設定を変えて試してみて、こんな感じになりました。ちょっと雨が降っていて撮影状況は厳しいです。まだね、設定追い込めるかもしれませんけど、とりあえずこれで。シャッタースピードは100分の1です。それより上げるとフリッカーが出てきます。西日本はね、120分の1だそうですけど、どうなんだろう。にじみもうざいですけど、フリッカーもうざいです。にじみを抑えるのにフリッカーが出てきたら嫌なんで、シャッタースピードは100分の1です。100分の1ならね、我慢できる程度かなって感じです。ってわけでね、夜の設定はこれでいきたいと思います。また細かい設定はね、反響があればね、別の動画にしたいなと思ってます。ちなみにアクション3なんですけど、前はね、設定変えるじゃないですか。で、ワンボタンで録画するやつを対応するって言ってたじゃないですか。これ使うと、この設定が使われないんですよ。なんかデフォルトの設定になっちゃうんですよ。なもんでね、この細かい設定をね、対応できなかったんですけど、アクション4からそうなってるかもしれませんけど、最後に使ったね、記録がこのワンボタン録画で使われます。なもんで使いやすくなりました。あと最後にね、やっぱりね、録画ランプがね、ないのはすごい不便です。マイクを使うと特にそう感じます。見ててくださいね。起動しました。これですよ、これ。このでかい画面、録画してるかどうか分かんないんですよ。今録画してますけど、赤ランプが見えないんですよ。 DJI どうしたっていう感じです。しかもこの表示が超長い、なかなか消えない。消えてやっとね、これ録画してるなって分かります。録画ランプなぜ消したしっていう、 DJI GoPro に差をつけた慢心でしょうか。今はね、インスタ360もグイグイ来てるんでね、うかうかできませんよ。てなわけでね、ブラッシュアップされてるところもあるんですけど、いただけないところもあります。もちろんね、私が買ったアクション3から2年経ってるので、いいところは多いです。なんか細かいところで抜けちゃったなっていう感じです。まあこれはね、ファームウェアの更新に期待します。 DJI のファームウェアの更新はね、すごいですからね。いきなりすごくなるので、それに期待です。まあ最初からそれで言ってほしいんですけどね、開発が間に合わないのかな。まあとりあえずこんなところでした。アクション4持ってないのでね、アクション4から良くなったものがよくわからないんですよね。アクション3に関しては言いました。やっぱり夜はね、自分で設定変えないとダメなようです。そして近々発表されるであろうインスタ360 Ace Pro 2に注目です。